話します <laughs> 本当にたった一日っていうかこのね毎日配信してる中でも,もう今日だけで話しきれないぐらいめちゃめちゃいっぱいあって <laughs> めちゃめちゃあって本当にまずはですねあの昨日の朝配信で「誕生日がフラグビー」「えおめでとうございます」 今日誕生日なんでですすねおめでとうございます誕生日プレゼントとしてぜひシャーベットピンクをお届けしたいと思いますはいえっとねうんとまず昨日の朝配信であの皆さんにね楽しみにしてほしいこといっぱいあるって言ってたんですけどはいでまあ、その時ねあラジオのことかなってその日の夜にあのレコメンっていうラジオに出させていただいたのでラジオのことかなってね思って。 思思っってくださったと思うんですもちろんラジオの方も楽しみにしてほしかったんですけど私はねあの何より早く皆さんに伝えたかったことがあってそれはね何かっていうと、まあ、ちょっとシングルのこととは離れてしまうかもしれないんですけど「n g t 4 8物語」でですねあの第2回アプリ選抜が、まあ、ちょっと前にあったと思うんですけどそれでね皆さんがたくさんあの投票してくださって。 たくさん協力してくださって第2位になることができてその第2回アプリ選抜グランプリで、あのーまあ、ランクインしたメンバーはポスターに載れるっていうことだったんですけどそのポスターがですねえ昨日からついに掲示されました <laughs> だからね昨日ね本当に早く伝えたかったんですけどまだ朝配信の時点では出てなかったのでああもう早く言いたいって思いながら昨日は朝配信を実はしていましたはいそうもう見てくださった方はいらっしゃるかな実は私も今日さっきね見てきたんですけどお仕事終わりにはいもう見たよっていう方はいらっしゃるかな そうすっごくね大きく乗ってるんですはいと新潟駅の手前バンダイからそれこそ本当劇場からね新潟駅に行く時の道の、まあ、途中ぐらいにあるんですけど本当もう駅の真ん前ぐらいの高速バスとかの乗り場なのかなのところに。 サイネージみたいな形でねそう乗ってるんです実ははい8月2日もそうなんですよだからね期間がちょっと短くってもしかしたらねこう県外から来てくださる方はちょっともしかしたらね見に行くのが大変ってあ連休中にねそう是非連休中にもね見に来ていただきたいんですけどそうなんです なので本当にねこう皆さんと皆さんとっていうか皆さんのおかげで本当につかんだチャンスだったのでもうやっぱりなんだろうなんて言うんだろうなその実際第2位にランクインできた時は本当に嬉しかったけどそのそれが実際にこう形となってこう。 完成されたのを見た時にやっぱりすごく嬉しかったしうんだからねちょうどあのちょっと前にその48タイムズさんの方でやっで目標を達成できなかったっていうのもあったのでこうもしかしたらねファンの皆さんのことをすごい悲しませちゃったかなっていうのもあったのでもう早くこれをお伝えしたいなってすごく思っていて。そう 写真ははね撮り直してはないですそうだから前の写真なんですけどそうなの会議の大きいのがあって一人のであのにその私とまりなさんとゆかさんとゆな子の4人で乗ったものとそのさらに奥にあの全員30人全員のねポスターがあるんですはいそれをね今日実際にさっき見に行って。 行ったから見って写真も撮ってきたんですけどそうだからすごいね嬉しかったですうんそうファンの皆さんと一緒にねこう掴んだものだったのでそうなんですよまずそれがすごく言いたかったことですねうん本当 声が嬉ししそう嬉しいよーやっぱりちょっとね悔しい思いもしてた部分もあったので直前にそうだからね本当に嬉しかったしあのー、まあなんだろうその全員の方のポスターはシングルの方の並びになってるので30人全員の方ではあの一番下の真ん中のところにねいますので。 ぜひあの見つけてみてください <laughs> はいそうなんですよえだからねあの実際写真撮ってきたんですけどどうファンの人だと思われてたかなファンの人だと思われてたかなそうなんですそう でねなんかその直前私が見に行く直前にカりリから写真が送られてきててそうカ帰リがねそのポスターの写真を送ってきてくれてなんか使っていいよみたいな感じで送ってきてくれたんですけどその写真の中になぜか私ともカのリポスターのカ帰リとツーショット撮ってカりリに送ってきた <laughs>。 なぜかお互いに謎のツーショットを撮って送り合うっていう <laughs> そうなんですでもなんかやっぱ嬉しかったお互い多分嬉しかったし <laughs> いやもうほんとその写真を見せたいぐらい本当に面白かった <laughs> 何やってんだろうなってちょっと自分で思っちゃううん自分とのツーショットは撮ったツ,ツーじゃないかもしれないけど ファイブファイブショット <laughs> はい撮りましたやっぱりこうやってね形になるのがすごい嬉しいし早く早くっていうかファンの皆さんにも見ていただきたいなって思いますしうんうでね結構まあこれはちょっと前に聞かれたかもしれないんですけど あのまあこの前ね新潟日報さんを始たのは実は3月だったみたいなね感じのことを書いてあったと思うんですけど本当にあのなんだろうこうシングル発売させていただくにあたって3月末ぐらいからその今回のシングルのセンターだっていうことをまあ知っていたので。 そういう意味でもその今回の「その NGT 物語は」は、うん、その意味でもすごい頑張りたいっていう気持ちがあったからその時はすごいファンの皆さんにこのシングルのことも話せなかったしだからこそ自分の気持ちをすごくねこう伝えまっすぐ伝えることができなかったからすごく苦しかったしなんだろうそれを。 うん、すごく大変っていうかな大変っていうかやっぱりなんだろうファンの皆さんと協力していかなきゃいけないものだったのに私が本当の本当の気持ちって言ったら変だけどその話せないことがたくさんあったからうーんすごいその期間も苦しかったしうーんそうですねだから でもそれでもそのことを何だろう感じてくださったっていうかそれを理解した上ですごくあの力を貸してくださったのは本当に嬉しかったしうんそれがこうやって形になってファンの皆さんにお届けできるのはやっぱり嬉しいので。 もうねあの県外の方とかもしかしたら見に来るのがちょっと難しいかもしれないけどなんだろうなその皆さんと掴んだもののなんか証っていうかになったのがやっぱりすごく嬉しかったです、はい、でね今そのアプリ「NGT ホイテト物語」の方であのまた イベントじゃないんだけど劇場公演の方でねあのー、研究生のもやっててただいま私がねあります今やってるよねまだも,もう終わったまだやってるよね昨日やったんですけど自分が出てこないっていう <laughs> 明日たもありがとうございますちゃんとね自分でもやってますでも私一回も出てきたことないまあやってる回数が少ないのかもしれないけど <laughs> そうなんですなのでそっちもね是非引き続き続 ま,あまたこういうね NGT 物語で何かイベントがあった時にはそうえやっぱ出てこないよね私も出てこないんですよ自分で <laughs> そうなんですまあ引き続きねだから NGT 物語もやっていただけたらなと思いますはい私ねやっぱ出てこないそうなんですよ それでですね今日まあそのポスターの方見に行ったんですけどもう一つね、まあ、皆さんに見ていただけるものがあってそれはですね「ラブラ」の方にある大きいポスターが実は世界の人へがねずっと貼ってあったと思うんですけどそれが今回シャーベットピンクのポスターになりました はーいこちらも私 <laughs> お仕事終わりにさっき行ってきてまた写真を撮りました <laughs> またファンだと思われてます多分 <laughs> またファンだと思われてると思うんですけどあの大きいポスターがついにシャーベットピンクになりまして30人全員が写っております本当にね嬉しいですねあれってさ 私の記憶だとさ春どこから始まったような気がするんですけど最初からあったっけあれって青春だっけの頃からあったっけちょっと覚えてないんですけどどうだったかないつからあったっけあれってでもそのまあ私がメンバーになるまああった青春だっけからあったっけ でも本当私がメンバーになる前からあそこって本当に大きいポスター NGT のポスターが貼ってあって大きいポスターが貼ってあって何だろうもうあそこって人が通ると絶対に気になるなんていうの <laughs> まあ見ちゃうじゃないですか。 であそこの NCT のあのポスターで実際写真も撮ったしドラさんでバンダイにお出かけした時にみんなであのポスターを <laughs> 写真撮ってたりもしたしなんかやっぱり自分が今までなんかファンとして見てたところにこう自分が乗るっていうのがやっぱりすごく嬉しいしでね今日さっきお仕事が終わった後その貼られるねポスターを見に行ったんですよ。 そしたらその実際こうそこの場所で見てるとそのポスターの前を通る人が絶対にそこをチラってまあ一瞬でもね見るんですよ。やっぱりそれがすごく嬉しかったしこう見てくださる方写真撮ってくださってる方もいらっしゃったしあとねちっちゃい子が何歳ぐらいだろう3歳とか4歳くらいの子がね あのポスターの前お父さんと一緒に歩いててあの、まあ、こういうこん,なかん、まあ、こ,こ,こんな感じのね、ポスターがまあ貼ってあるんですよラブラの壁にで、この下の方に通常版のタイプ A とタイプ B のがまがここに貼ってあってここにね、まあ、私の今回コメントを入れさせていただいてましてそう、それでね、そのラブラのその壁を通った壁の前を通ったちっちゃい女の子とお父さんがいて。 でちっちゃい女の子がここのジャケットも私本当にもう忘れられないあの光景さっき見た光景このねここにあったタイプ B のこのジャケット写真のところをこうやって触って眺めてたんですよ多分その3歳とか4歳ぐらいのちっちゃい女の子だからもうその子から見たら多分あのポスターってめちゃめちゃ大きいんですよねだから多分そのちっちゃい子が。 見えるって多分このジャケット写真のここが一番よく見えたんだと思う身長とかねそうだからそのジャケット写真のところをこう眺めてる触ってるのを見た時にもうめちゃめちゃ嬉しかった今でも涙が出そうなくらい嬉しい本当にうんなんかそうやって 泣いちゃうもう本当にあの女の子本当に嬉しかった。やっぱりさその、まあ、たくさんの方が見てくださって写真を撮ってくださるのももちろん嬉しいんだけどそのなんだろう私がもともと NGT のファンとして見てきたポスターだったからなんか実際にそのねちっちゃい女の子がなんか興味を持ってくれてるのがすごいやっぱ嬉しくて。 そのね瞬間を見れたのがすごい嬉しかったです。うん、なんか自分もファンだったからこそいつかこう NGT に入りたいって思ってくれる子の憧れみたいな人になりたいなって、まあ、センターになってから思うようになったのでもうねその姿を見た時本当に嬉しかったです。なんかそういういにこう憧れだったり目指して もらえるようななんかきっかけになったらいいなってすごく思ったし本当でもねめちゃめちゃちっちゃかったから全然わかんないかもしれないけどそ,そのね瞬間を見れたことが本当に嬉しかったです。 まあね、もちろんそのちっちゃい子に限らずやっぱりたくさんの方が、まあそこを通った時に見てくださったり写真を撮ってくださったりすることが本当に嬉しいしなんかお買い物してたら絶対に見えるというかあのなんだろうその青春時計のさ MV が撮影されたあそこのさ横断歩道のさところとかからさ絶対に見えるじゃないですかあの大きいポスターって。 だからね本当にあそこに自分が乗ってるっていうこととその新しいシングルを出させていただくにあたってまたあそこに飾らせていただけることがすごく嬉しいなって思いました、うん、で今回はあの私のねほ、まあ、本当に短いんですけどメッセージもこう載せていただいてるので。 思いますし、一緒に写真を撮ったり <laughs> していただけたらなって思います。そう、これもね、やっぱり早くファンの皆さんに見てほしいなって、やっぱりこうなんだろうずっと、うーん、時が止まったじゃないけど、あそこが新しく変わった。 姿やっぱ見て欲しかかったからやっぱりこう、まあ、シングルをリリースさせていただくってなってもまたもう一度あそこに載せていただけるとは限らないじゃないですかだからまあね今回そのいつか自分が参加した「表題のシングル」あの大きいポスターに載りたいって、まあ、思ってた、まあ、短い期間なんですけどこちらの方は多分。 またね長く乗せていただけるんじゃないかなって思うので、まあ、安心して新潟にこう足を運べるようになった時にはぜひ見てほしいなって思います <laughs> うん本当に嬉しいですぜひぜひ見てください <laughs> はい、あとはえっとまだねちょっと待って <laughs> 時間がさ足りない本当に話したいことがありすぎてえっとそれで話は戻って昨日の夜に戻しまして昨日の夜はですねあのー、ラジオの方に出させていただきまして「レコメン」っていうラジオに日向さんと一緒にね お二人お二人ってなで自分に「お」ってつけたんだろう二人ではい生出演させていただきました聞いていただけましたかそこまでもそこまで戻さないとねもう話したいことがあるんですよとっくににたくさん <laughs> 本当にたくさんね聞いた「ありがとうございます」夜遅い時間だったんですけど <laughs> ありがとうございますもうねめちゃめちゃ楽しかったんですよこれが <laughs> 本当に楽しくって30分だったんですけど11時から11時半まで本当にあっという間の30分でしたあのー、そもそもラジオの方は 生放送がそもそもそんなにラジオの生放送の経験がなくってそれこそあのこの前シャーベットピンクをあの流していただいた時はまあ生放送で出演させていただいたんですけど、まあ、その時は本当に短いい時間10分ぐらいだったのかな本当シャーベットピンクのことについてお話しして。 終わりみたいな感じだったんですけど今回も30分も生放送がずっとあってしかもなんだろうこれ地元じゃないラジオだったのでめちゃめちゃ緊張してて。 そうなんです長かったんですなのでシャーベットピンクのことはもちろんお話しさせていただいたんですけどその自分のプロフィールだったりとかその私のことをたくさん知っていただけるようなお話をねさせていただいてそうなんですほぼそうだからもうその情報いるっていうぐらいめちゃめちゃどうでもいいんじゃないかっていう情報までね そうなんかお話ししちゃうぐらいでも本当にすごく楽しくってそう「お天気のりさん」その一緒にやらせてご一緒させていただいた方が本当にお話ししやすくってこう楽しい方でなんかもうなんて言うんですかね言葉の。 生放送っていうのもあって生放送っていうのもあってなんか「うーん」とかって考えてる時間お天気の <laughs> イントネーションが違うちょっと分かんないお天気えちょっと分かんない <laughs> 音程音程発音が分かんないそうそれであそれで合ってる <laughs> なんかもう生放送だから考えてる時間もないというかもうとにかく何かを返さないとみたいな感じになってそうでも本当にお話しやすい方であの本、ー、当あっという間に終わってしまったし私自身もまあもちろんね、まあ、それぞれのお仕事反省点ありますけどその楽しいっていう気持ちの方がやっぱり大きくって楽しめたっていうのがあって。 でね、その実際にこうついてくださってたマネージャーさんもめちゃめちゃもう普通にラジオとして聞いてて楽しかったしみゆみゆがめちゃめちゃ喋れてたって言ってくださってそ,うそれをね昨日、まあ、実際その場所でついてくださってたマネージャーさんが言ってくださったんですけどその後、まあ今日お仕事また別のお仕事してってほ、まあ、他のねマネージャーさんだったり。 とかにものマネージャーさんにもその昨日ついててくださったマネージャーさんが「聞いたよ昨日のみゆみゆめっちゃすごかったんだから」ってなんか自慢してくださって超褒めてくださったんですよもう「昨日のみゆみゆはみゆみゆじゃないぐらいめっちゃ喋れてた」って言われてそうすごいね嬉しかったです。 でも本当に自分でも諏訪さんじゃないので安心して安心してくださいもおかしいか <laughs> 安心してくださいも変だわ諏 <laughs> 訪さんじゃないです気のついててくださったの諏訪さんじゃないんですけど <laughs> そうえでも本当に自分でもびっくりするぐらいなんか楽しかったし本当にそう喋れてる <の> <laughs> 安心してくださいはちょっと <laughs> 違った <laughs> そうなのか本んに嬉しかったしそう今日はね岡田さんともお会いしたんですけど岡田さんにも言ってくださったんですよ岡田さんきっと本当にね今日のことのためにたくさん忙しかったと思うんですけどお忙しかったから絶対ねまあラジオも聞い,聞いてないと思うんですけど。 マネージャーさんが「そう昨日のミュウミュウのラジオ聞いてあげてください」ってもうめっちゃすごかったからって言ってくだてさってそうなのだから本当にねいやでもそれぐらい本当にまだ聞いてないよっていう方はぜひ聞いてほしい本当にうん聞いてほしいです いほんとよなんかもうそんなそんな言うっていうぐらいめちゃめちゃ褒めてくださってでもやっぱりそうやって褒められると嬉しいじゃないですかだからすごい自信にもつながったしそうなんですよもうとにかく楽しかったです夜遅い時間だったんですけど楽しかった <laughs> なんかねあのまあでもその前日に 好きにガチゼミっていうまた別のね、まあ、リモートの方でそのアウトドアについてね、まあ、ソロキャンプについてお話しする、まあ、番組をやらせていただいてて、まあ、それも本当に初めてでだけどやっぱりそれも生配信だったから喋らなきゃいけなかったしっていう意味ではなんかもう生配信で喋らなきゃみたいな結構緊張感があることが続いてたんですけど。 続いてたしあと芸人さんとご一緒させていただくタイミングっていうかそうあの何だろうなんていうのかなこう初対面の方とやらせていただいたりとかが多かったので人見知りの私にはすごいあのハードルが高いどれもね <laughs> どれもハードルが高かったんですけどでもやっぱりやってみたらすごい楽しかったし全部。 なんだろう達成感、そう達成感っていうかまあちょっとでもできたなっていうなんかあったのですごく自信につながったというかすごい本当にその2日間だけでもすごいなんだろう成長できたというかあのそうすごい。 初めてのことをねまたたくさんやらせていただいててそうなんですとか嬉しかったですそうやってまあなんだろう生放送にそうやってね「レコメン」っていうラジオに出させていただけたことももちろん嬉しいんですけどそうやって実際やったことを見ててくださったまあファンの皆さんもちろんなんですけどまあスタッフさん方も実際こうだったよって言ってくださったりとか。 するのが本当に嬉しいしうんそうなんですよなのであのラジオもね聞いていただけたらと思いますはいそして、まあ、それが昨日の夜の11時から11時半だったんでしょうでもその後帰りましてホテルに帰りまして 結局ね、まあ、お風呂入ったり飲んだりして寝たのが2時ちょい前ぐらいだったのかなだからあの今日の朝は生徳さんの方に生出演生徳さん新潟のねあの番組なんですけど生徳さんの方に生出演をおごいはるかちゃんとさせていただいたのでそう朝の番組だったから結局寝たのが。 2時間半とか3時間くらいだったんですけどでもやっぱ全部楽しくってそういやーそうなのよ大声はるかちゃんとのね生放送はね <laughs> こ怖かったですよ <laughs> なんか心配心配でしたちょっと <laughs>。 移動中寝ない寝なないかったですねあちょっと寝たのかもしれないけどそう移動中で思い出したそうですよ昨日のね夜まあそのラジオちょっと話がごちゃごちゃしちゃうの <laughs> ちょっと話がい行ったり戻ったりしちゃうんですけどそ,その昨日ラジオが11時半に終わりましたその後日付が回って回ってシャーベットピンクがねついにあのー 何ですか <laughs> 何ですか <laughs> あのアプリとかその音楽配信がされまして楽曲配信がされましてもうそれがめちゃめちゃ嬉しかったですねもちろんこう CD も買うんですけどやっぱりこう最近だと携帯で聞いたりだとかが多いじゃないですかサブスクが星になっちゃう <laughs> そうなんだからなんかこう実際曲がダウンロードできるようになったって知った時もうなんかああ本当に出るんだなって何て言うんだろう,こう CD として形になるのももちろんこうシングル出させていただくんだなっていうのもあるけどやっぱりなんだろうな,なんか普段使ってるもの普段自分が使ってるもの に自分たちの曲が入るっていうのがなんか不思議な感覚というかすごい嬉しかったしめちゃめちゃ聴いてるありがとうございますそうだから私もこう帰ってくる時にずっとね聴いてましただから聴きながらもしかしてちょびっと寝ちゃってたかもしれないけど <laughs> ちょびっと寝ちゃってたかもしれないけど基本はずっと起きてましたね。 移動の時間も結構うん、嬉しいぜひねこれからのもうやっぱりさ「シャーベットピンク」ってすごい盛り上がる曲じゃないですかな、まあ、夏らしい爽やかもそうなんですけどやっぱり気持ちがさ盛り上がる曲だからぜひね朝のちょっと憂鬱な時間だったりとかあの通勤とか通学の時にねたくさん。 これからいいいててしいなって思いますきっとワクワクした気持ちで一日を過ごせるんじゃないかなって一日の始まりをね迎えられるんじゃないかなって思うのでそうだからそれも嬉しかったですね配信されたことであの LINEMUSIC さんの方では あのキャンペーンもやってるみたいなのでその LINEMUSIC さん以外にも、まあ、いろんな、ね、音楽アプリの方でも配信が始まってるんですけど LINEMUSIC さんの方で、まあ、聞くと、まあ、いろんなキャンペーンの方もやってるのでぜひそうそう200回聴かなきゃなんでねいっぱい聴いてください200回なんて余裕でしょいっぱい聴いてくださいぜひ。 <laughs> そうなんですよそう <laughs> いっぱい聞いてくださいそれではい移動してきました生徳さんにね今日朝出演させていただきました <laughs> 生徳さんはあのまあ、新潟の、ね、番組なので県外の皆さんはちょっと見れなかったかもしれないんですけど「しゃべとピンク」のねああのまあ、明日発売ということであの特集みたいなのを組んでいただいて MV 撮影のこう裏側というかだったりとか、まあ、MV 撮影の。 なんだろう思い出だったりとかもねお話しさせていただいたりあとやっぱりそのなんだろうラジオもねこうシャーベットピンクリリースに向けては <laughs> ルカむらのね話もありましたもうなんかそっちがメインだったんじゃないかなっていうレベルでねもう最後すごい持っていっちゃいましたけど <laughs> はい。 そうあのやっぱラジオとかでもねシャベットピンクリリースに向けていろいろお話しさせていただいてるんですけどやっぱりラジオとテレビの違いって映像が見えるからその MV の裏側だったりとか衣装のこのところがポイントですっていうふうにお話しできたりとかっていうのがねやっぱりそのラジオとの違いかなって思ってて実際に衣装をねこう細かく写していただいたりだとか。 そうなんですよなのでねで何よりもそのやっぱ新潟の地元のね番組に出させていただけるっていうのがやっぱりすごく嬉しいことですし何だろうなそのあ新潟のラジオ新潟の番組新潟駅の前にポスターがあってラブラのがあって。 横のところにポスターがあってってその NGT48 がシングルをリリースするにあたってこう新潟の全体でこうたくさん協力していただけてるい,ただいてこのシャーベットピンクのお話をさせていただいたりだとかっていうのがやっぱりすごく嬉しいことなので。 こう新潟の皆さんにはやっぱりたくさんご心配だったりとかもねおかけしてしまったと思うしその中でも今回こうやってリリースさせていただくにあたってまたたくさんこう協力してくださってるっていうのがこう身をもって感じられるところがそのあちこちにあるので。 本当にその一つ一つは嬉しいですししっかり感謝の気持ちを持ってそのリリースその曲「しゃべっとピンク」も感謝の気持ちを持って皆さんにお届けしたいんですしそうやって新潟の皆さんにたくさんご協力していただいてるっていうのもやっぱり感謝の気持ちをねしっかり伝えていきたいなっていうふうに思いました、うん、だから今回「生特んに生出演させていただけたのは本当に嬉しいことだし だからこそねっていうのとあと結構今まではそのラジオだったりとかも先輩と一緒にやらせていただくことが多かったので今回研究生2人でね出させていただいたのでだしちょっとあのまあ、村長はあの何 <laughs> て言うんですかちょっとね何が起きるかわからないというか <laughs> ちょっとまあ不安要素ではあったんですよ。だから 今まで結構先輩に頼りながらシングルのリリースのことをいろいろやらせていただいてたのでもう今日の生徳さんに関してはどうしようっていう <laughs> 大丈夫かなっていうのがねやっぱりすごくあったしだからこそ自分がしっかりしなきゃっていうのはすごくあってまあ他の。 そうですね、ことよりも結構緊張したかもしれないです。<laughs> ほんとでなんかねその後、まあその生配信が終わって終わってねあの話してたんですけどあの、まあ、生得見てたおじいちゃんおばあちゃんとか全然知らない人ははるか村って村が本当にできたって勘違いしちゃうんじゃないかなって <laughs>。 <laughs> 言ってたのがめちゃめちゃ面白かった <laughs> おばおじいちゃんおばあちゃん勘違いしないでください <laughs> ほんむ本,本当にそういう村ができちゃったんじゃないかな <laughs> って <laughs> めっちゃ面白かった <laughs> そうそれをねスタッフさんがね言っててね面白いなと思って <laughs> そうまあね なん、まあ、だろう入り口はなんでもいいと思うんですよ。NGT48 にやっぱり興味を持っていただけるだけでもすごく嬉しいと思うので嬉しいことだと思うので、まあ、それが「シャーベットピンク」っていう曲を聴いて「あ NGT48 っていいグループだな」って思っていただくのか「はるかむってなんだろう 村って何だろう大るかちゃんってどんな子だろうってそっから NGT をイテたら好きになってもらってもやっぱりさ嬉しいじゃないですかそのグループを知っていただけることには変わりないしまあそういう意味ではやっぱり今日はね大るかちゃんがいてくれたからこそかもしれないじゃないですかやっぱり <laughs>。 はるか村から興味を持って NGT48 を好きになっていただけたらそれでいいじゃないですか <laughs> そうまあねだから緊張しましたけど今日に関してはねでもまあ逆に私は 自分がしっかりしなきゃしっかりしなきゃみたいな感じで結構固まってたからこそはるちゃんがいたからなんかぶっ飛んでたというか逆に <laughs> なんだろう私はすごいリラックスしてできたので結局いや隣にはるがいてよかったなってすごい思いましたよ <laughs> うん <laughs> でもね私だったらやっぱり地元の番組生放送もう緊張しちゃうんですけどそのその中でもね「はるか村」をアピールできるってやっぱりすごいと思いますいやそう私は私らしくは気になった確かに後からマネージャーさんに突っ込まれてた力のマネしただろうって。 最ハルって力の真似するよねって言われてた本 <laughs> 当<そ> <laughs> 面白かったねはいそんな感じでまあ生まさんもねすごく、まあ、緊張はしたんですけどハル、まあ、ちゃんがいたからこそやっぱ面白くなったし私もまあリラックスしてできたし またこうやってね新潟の皆さんにシングルのことをこうアピールできたっていうのはやっぱり嬉しいしそういう機会をいただけたことも嬉しいなって思いました <laughs> いや私もねその春が「私は私らしく」って言った時にどっかで聞いたことあるけどなんだっけみたいになっちゃったんですよ。 なんかそれどっかで聞いたことあるけど誰が言ってたっけみたいな後から「いやそれチカナじゃん」みたいになりました <laughs> チカナが怒ってた <laughs> まあまあいいじゃないですかね <laughs> いや本当も面白かったです いや思い,、まあ、思い出せなかったのは緊張してたから、まあ、その場ではパッと思い出せなかった思い出せなかったし思い出したところでさ「いやそれチカナじゃないか」って突っ込んでもさ <laughs> その場でよ生放送の中でいやなんか頑張ってさコメントを考えてさ発表してる中でさ「<laughs> いやそれはチカナのだろ」って言えないじゃないですか <laughs>。だからまあその時はね 何、うん、かどっかで聞いたことあるような気もするけど頑張って喋ってるから黙って聞いてよみたいなね <laughs> いや、まあ、でも結果的にすごく楽しかったですし生徳さんをねあの出させていただいてあのご一緒させていただいた皆さんもすごくあったかくしてくださいましたし あの経験できてよかったなと思いました <laughs> はいそんなわけでそのまま「生徳」さんの生放送が終わって生出演させていただいた後今日は劇場に移動しましてあれ私これあまだ時間あったよかった今日一日のねじゃ昨日の朝から今日一日の流れを話すまでにめちゃめちゃ時間がかかってるんです <laughs> はいでまあその「生徳」さんが終わった後 劇場の方に移動しまして今日はですね劇場でいいろんな発表が実ははありました、はい、主なまあ発表としてはですねあの8月から劇場公演が、ま、徐々にではあるんですけど再開するっていうこととあの新潟のまあ企業さんと。 NCT ホイッとコラボさせていただくっていう内容なんですけどあの8月まあなんだろう今ねまたコロナウイルスが結構さこうまた広まってるから実際こう具体的な日付っていうのはねまだどうなるかちょっとわからない部分はあるんですけどまあ目安として8月の初めあたりからまた劇場公演をね 再開することになりました。いや、まず、それがね、嬉しいことですね。うん。うまあ、実際、まあ、劇場再開すると言っても。まあ、出演メンバーが十六人全員。 その劇場公演するにあたって1つの公演16人が出れるわけではなくてまあ少人数のユニットでやったりだとかあの見に来てくださるファンの方は県内の方だけだったりまあ席を埋めたりとかできず人数を本当に少なく少なくしてだったりとかっていうまあそのほかにねたくさん感染予防のための対策を取らなきゃいけなかったりだとか。 いろいろあるから、まあ、一概に本当に嬉しいって言えるわけではないやっぱり県外の皆さんにも見ていただきたいのはあるしだからねそこを県内の方しかまだこう劇場に足を運んでいただいてお届けすることができないっていうのもあるからこうもう嬉しいって。 一概に言えることではないけどでも、まあ、ずっとねこうパフォーマンスをお届けすることができなかったからそのなんだろうやっぱりアイドルとして見た時にその、まあ、こうやってショールーム配信だったりとかいろいろしてきたけどやっぱりアイドルとしてその歌って踊ってパフォーマンスする部分をやっぱりお届けしたいしパフォーマンスをして皆さんに笑顔になっていただくっていうのが、まあ、アイドルの。 お仕事ののつだと思うのでそれがやっぱり自分たちの劇場でもう一度できるっていうのはまあ嬉しいことなのかなってうん、まあ、まだまだねちょっと難しい部分はありますけどまずはこの一歩というかまたステージでパフォーマンスできるっていうのは嬉しいことだし まあちょっと県外の方にとってはねこう苦しいかもしれないけどうんまあでもなんだろうなパフォーマンスをお届けできるっていうのが私はまず嬉しいかなと思うのでそうなんですよなのでねまあちょっと8月初め っってなってなるけど実際ねまだ本当にどうなるかもちょっと難しいと思いますけどまあ劇場公演が徐々に再開するということでまあ一つね前に進んだというか嬉しいことなんじゃないかなって思いますはいそれでですねねーやっぱりファンの皆さんにお会いできるだったりとかパフォーマンスをお届けできるっていうのが まあアイドルとして嬉しいことだと思うのでそ,うそれでですねまあその16人での公演ではなくて少人数のユニットでこれからまあやっていくっていうことなんですけどそのまあ少人数のユニットっていうのは結構メンバー自由に組んでてなんかこのことをやりたいっていうのをまあ組んでスタッフさんに話したりとかっていうのがあるんですけど まあ今日はその中の例としてひなたさんのソロとつぐみさんと角さんの2人ペアとちっちゃいもんクラブとドラさんは4人で出させていただいてそうドラさん4人のね公演も今後8月からのその劇場再開に向けて4人でまあやっていきたいなって思ってますのではい そうなんですでまあ今日はその中のその中の一曲っていうかもうその一つの例として4人でね最強ツインテールをやりました <laughs> そう多分あのワンハーフでやったんですけど実際ねニュースとかで使われてるのは本当一部だったりとかするからまああれなんですけどね「最強ツインテールをやりました <laughs>」。 そうなのこのね、まあ、ドラさんのそのま今日の最強ツインテ展のことだったりとかあとは8月以降の,そのドラさんでの、まあ、講演の話だったりとかをするのに、まあ、最近一緒に練習をしたりだとか電話会議、まあ、ほぼ8割方どうでもいい話だった電話会議をやったりとかねしてたんですけど。 <laughs> そうなんですよそれでね、まあ、今回は最強ツインテールをやりましたなんで最強ツインテールをやることになったかというとそれはえー、っとマネージャーさんのちょっとした思いつき <laughs> 帰りがねもうすぐ二十歳になるんですよ 帰りがもうすぐ二十歳になるからその二十歳になる前にやっぱちょっとさツインテールってさなんて言うんだろう若いうちなんかあのちょっと前にさ二十歳の成人イベントがあったじゃないですか美奈ちゃんとかがやってた成人イベントであれはあのまあ成人イベントっていう中であのまあ二十歳で大人になるからその前に。 まあ、最強ツインテールその若い,若いうちの曲みたいなやろうみたいな感じで、まあ、政治イベントで最強ツインテールをやったらしいんですよでまあそんな感じほんとそれと同じ感じで、まあ、ドラさんもねもうついに高校生メンバーがいなくなりまして帰りはもうすぐ二十歳を迎えるとでまだでも一応誰も二十歳じゃないんですよドラさんだからまあ全員が二十歳になる前にやったらみたいなくさ言われて。 じゃあやるかーみたいな感じで最強ツインテール決まりました <laughs> まあね問題問題ないけどないけどまあそういう意味で最強ツインテールになりましたそうでもあとは結構自分たちで振り起こしをしなきゃいけなかったんですけどあのユナコがねハロウィンイベントの時に最強ツインテールをやってたから っていうのもあって、まあ、自分たちで振り起こしをしなきゃいけないってなった時にやったことあるメンバーがいるっていうのもまあ一つの理由ですね最強ツインテールをやったうん TikTok 撮るみたいなノリいやでも本当にそんな感じで決まりました最強ツインテールはそうでも あのー、まあ今回はその、まあ、ソーシャルディスタンスを保ったパフォーマンスっていうの,のだったので基本立ち位置は動かない前後移動しかできなかったんですよ何でしょ黄砂とかを空気空気上でもう自分たちのテリトリーみたいなもうこの場所しか 動きませんみたたいな範囲でで決めたので立ち位置っていうよりか本当ここで歌割りだから前に行くここは歌割りじゃないから後ろに下がるみたいなほんとそんぐらいしかできなかったんですけどそうなんですよだから立ち位置とかも全然動けなくってでそういうのも自分たちで考えなきゃいけなかったから振り起こししてじゃどこで振りを捨てるのかとか。 そうやっぱ移動がない分ここの振りはどうするとかもあったし立ち位置も結局自分たちでじゃあここは前に出ようとかいろいろ決めなきゃいけなかったのでそういう意味ではそう、まあ、最強ツインテールそう結構ねいろいろ決めたりとかしなきゃいけなかったんですけどでもあのなんだろう4人だからこそめちゃめちゃスムーズにいったというかここをした方がいいんじゃないっていうのが。 結構すんなり決まったしそれぞれ練習してる時もめっちゃ楽しくってずっとね4人でやってて結構でも最強ツインテールはワンハーフだけでもかなり体力を使うんですけど <laughs> もうだから1回踊っただけでもヘトヘトになっちゃうくらいなんですけど4人で練習しててやっぱりすごい楽しかったしそういっぱい自分たちで。 決めることが多いからこそ楽しかったというかそうあのなんだろうなまあメンバーもその誰と組みたいかとかも全部自由に決めたりとかしたからまあその立ち位置だったり曲だったりとかも自由に決めてたのでだから本当今回バージョンそのソーシャルディスタンスを意識した。 私たちオリジナル最強ツインテールみたいになって楽しかったですね。うん、で何だろうさ結構さまあ、真面目な真面目な感じだったので今日はねたくさんのキアさんがこう来てくださってその前で披露するって感じだったんでそ,それにねここの高さのツインテールはね まあ結構 <laughs> 大丈夫かなみたいな <laughs> でその後また他にパフォーマンスだけじゃなくて真面目な話もあったわけじゃないですか他のね取り組みだったりとかそうその他の取り組みがある中で曲合わせでこの高さのツインテールにしちゃったからちょっと大丈夫かなーみたいなとこあったんですけど <laughs> まあねでも楽しかったですやっぱり最強ツインテールも4人でできたの楽しかったしまあそれを受けてこうやって「ドラさん」での公演って嬉しいって言ってくださる方もねたくさんいらっしゃいますしそのまあ今後8月からまたまあ、今日は1曲だけだったけど他にもいろんなことにね4人でやったりとかできるのがやっぱすごい楽しみになったし。 まあなんだろう最強ツインテール1回踊っただけでヘトヘトになるって言ったけどそれは曲の問題っていうよりかはやっぱり自分たちの体力が落ちてる部分もあると思うから、まあ、ちゃんとね体力だったりとかつけて8月の公演再開に向けてやっていかなきゃ練習していかなきゃいけないこともたくさんあるしそう,、まあ、そういう意味では今日4人でパフォーマンスをしてみて 楽しみが大きくなったかなと思います、うん、いやでもねほんともったいないよね今日今日最強ツインテールやったんですけどドラさんの最強ツインテール初めてだったから、うん、もったいないよねここで終わりにするのはねなんかせっかくだからしかもほんとニュースのちょびっとしか。 なないいじゃないですかニュースにちょこっと映った一瞬の最強ツインテール踊ってるところとかさだからねせっかくなら皆さんにねドラさんの最強ツインテール見ていただきたいなって思いますけどねねだからそういういのも含め 8月からこれからどうなっていくのか、まあ、他のユニットがじゃああとどんなユニット今日発表されたものだけじゃなくて他のユニットがどんなユニットがあるのかとかまあそれぞれのユニットでのじゃあセトリだったりとかはどうなってるのかとかまあそういうのもすごく楽しみにしていただけたらなって思います。 いやだからさ、まあ、今日シングルリリースまで残り1日なわけじゃないですかだからこのまあ1ヶ月ちょっとシングルリリースまでカウントダウンをしたりとか「あシングルリリース楽しみ!」みたいな毎日ねリリースに向けて楽しい嬉しい発表がたくさんあったわけじゃないですかでじゃこうやってリリース日を目前にしてまた別のね楽しいこと 楽しみなことの発表があるっていうのはやっぱり嬉しいですしなんか結構さこの期間まあ1年9ヶ月もそうだしそのおうち時間が長かった期間もそうだしなんか先が見えないというか結局このあとどうなっちゃうんだろうこのあと何かできるのかなみたいなステージに立てないとかいろいろねこうあったから。 そういう日々から考えたらなんかシングル発売についていろいろ毎日楽しみなことがあっていざシングル発売が近づいたと思ったらまた別の楽しみなことがあるって何かどん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 先に明るいことがあるってすごいね嬉しいことだなって思ってだから本当に。 変わらずね NGT48 のことをこう応援していただいてまた先にある楽しみをね一緒に楽しめたらいいなっていうふうに思います。うん、でそんな感じで8月から劇場公演が再開が徐々にね まあされるっていう発表ともう一つアルビレックス BB さんとのコラボ NCT48 のコラボがあるということではいこちらはまあ昨年末にねちょこっとあったのかな NGT のメンバーが何人かあのアルビレックス BB さんの試合の方に応援に行ったりとかねあったんですけど それがまあ今回コラボってなってまあ学校訪問だったりとかダンス教室とかはねこれからやっていくみたいなのでそうそうですアルビレックスのバスケットボールの方ですねそうなんですよやっぱりさなんかあのなんだろう 新潟まあ RBXBB さんもそうなんですけど NGT48、ね、もそうだし新潟県をここれう盛り上げていくっていう何だろうコンセプトじゃなくてまあそういう目的だったりとかを持ってるっていう意味ではすごく共通してる部分があると思うのでだからねこう 一緒に活動していて、また新潟県を盛り上げていけるっていうのはすごい。嬉しいことだと思うので。ただね。私全然バスケ運動がね。苦手で、そもそも運動全般が全然わからないんですけど。うん。でもなんだろうな。新潟県を盛り上げていくっていうこう。意識みたいなのはすごく共通してると思うので。 一緒にね NGT48 じゃない <laughs> 新潟県をね盛り上げていけるんじゃないかなってすごく楽しみです。うん、そうなんんそなですでなんかあのー、まあそのこれからアルビレックス BB さんとご一緒させていただくにあたって NGT48 は今までダンス教室だったりとか職業体験をやってきたのでその経験が活かせると思いますみたいなね と話しされててああそんなこともあっっったたね思ちゃんですよ <laughs> これは完全になんかファンファンに戻ったというかあの「あーやってたなーそんなこと」って思い出しましたあのねイオンイオンの <laughs> イオンのダンス教室のやつ私めっちゃ覚えてて。 あのイオン新潟南のね食品売り場のね前に、まあ、ちっちゃめなステージがあってそこにねちっちゃい子にねダンス教室やってたんですよ <laughs> 私ねそれね見に行ってたの <laughs> 見に行ったんですよ でも結構それってちっちゃい子向けのやつだったから自分が参加するんじゃなくってあのそのステージの近くにエスカレーターがあるんですよだから <laughs> そのエスカレーターを上ったり下りたりで <laughs> 眺めてた <laughs> 自分が参加するんじゃないんですよ。あののメンバーがちっちちっゃい子たちに <laughs> ちっちゃい子たちにダンスを教えてるところを見るためだけにエスカレーターをこう何回か上り下りするってそれがね高校1年生の時です。<laughs> 違うまああのいい人とか言わないでください本当に違うその時はまた別の目的があって。 別の目的があってイオン新潟南の方に行ってたんです何かっていうとプールバッグを買いに行ってたんです <laughs> プールの授業があったんだけどプールバッグがなかったから「あプールバッグ買いに行かなきゃなでもどこに買いに行こうかなあイオン南あなんか NGT のやつやってる」みたいな <laughs> ちゃんと買い物しに行ったの私。 そんなねあのずっとそれを見るためだけにねエスカレーターを上り下りするためだけに行ったわけじゃありませんそこはもうはい違います <laughs> でもその時結構高校入学してすぐすぐでもないか5月6月、まあ、でもプール授業が始まるちょっと前ぐらいだからでもねその時もね友達いなくて <laughs> 一緒になんかさその、まあ、自分がさダンス NGT のメンバーにダンスを教えてもらうっていうそれに参加するわけでもなかったからなんか友達呼ぶのもあれだしそもそも呼ぶような人もいなかったしだから1 <laughs> 人で学校帰りに来ましたテストテスト終わりだったかもしれないテストの日って早く帰れるじゃないですかだからちょうどそれを見に行けてテスト終わった後そのまま学校からそのままイオンに行った覚えがある。 ででも逆に他の子たち他の学校の子たちとかはテスト終わって「あーテスト終わったやった!」ってなった友達たちと遊びに行くじゃないですかでそのなんか遊びに行くってなった時にバンダイに遊びに行くかイオンに遊びに行くかみたいなだからねあの、まあ、イオンに遊びに行く人たちも多分いたんですよ学校そのテストが終わった後その人たちに会うのがすごい嫌で <laughs> だって私一人だし一人だし NCT のそのあれを見に行きたいがために行ってあ間違った <laughs> それを見に行きたいがためとか言っちゃダメじゃん <laughs> プールバックか行ったんですよ <laughs> だからそれを一人で一 <laughs> 人でいるのが <laughs> 見られるのがすごい嫌で。 え本当にでもプールバック買いに行ったんですよ蛍光の黄色のなんでそれを買ったんだろうっていうぐらいすっごい派手なプールバック買ったから覚えてます <laughs> そうだからねそうなんですよそれをなんか学校同じ学校の子たちに会うのが嫌ででも NGT のそれ見たいしなのですごいコソコソしてた覚えがあります <laughs> っててていいいうののねすすごい思い出ししたんですよ今日その発表しててなんかイオンの方で子供たちにダンス教,師をダンス教室を、まあ、過去にやったことがあったりみたいなのを言ってて <laughs> 言っててあそんなことあったっていうところからすごい高校1年生のその時の出来事をすっごい思い出しちゃったりとかあと劇場にね実際職業体験っていうのもあったんですよ。 懐かしいでもそれもほんとちっちゃい子向けだったから私は参加できなかったんですけどなんかでもメンバーもうステージの上に立ったりとかねしてるんですよその職業体験が衣装着たりとかもう羨らやましいさもう大きかったからさその時結構 <laughs> 参加できなくて。 いいなぁいいなぁって思いながらまあありましたなありましたなって <laughs> そうそんなことを思い出しました今日その発表を受けて <laughs> ありましたねえでもだから今後そういうこともすごいやっていきたい私が今度もうメンバー側になったからこそねなんか そのまたちっちゃい子たちに向けてそういうダンス教室だったりとか、まあ、ちっちゃい子じゃなくてもそういうのやりたい子っているんですって <laughs> いるんですよだからそういう人たちにもやっぱりなんだろうそういう職業体験みたいなさチャンスもやっぱりそのちっちゃい子って限るんじゃなくっておっきい子たちもやりたい子がいるんだよだからねそういうのもまた できたらいいいなーって思いましたうんそうなんでしょう <laughs> だから、まあ、それが実際アルビレックス BB さんとのコラボでねコラボさせていただくにあたって、まあ、それが実現するかどうかはもう別として、まあ、そういうふうに、あのーまあ、一緒になって新潟県を盛り上げていったりだとか。 そういう活動をこれからしていきますよっていうものすごい話が脱線したんですけどつまりはそういうことなんですでも、まあ、そういうのをルビレックス BB さんと一緒にやらせていただくっていうものともう一つまだ時間あともうちょっとあった <laughs> もう一つサントピアさんとの方をねあのコラボさせていただくことがありましてサントピアさんはまあ実際ね 今回のシャーベットピンクの方で MV 撮影をさせていただいたりとかねもうすでにご協力していただいたりとかはあるんですけど今回そのシャーベットピンクをリリースするにあたって通常版の方のイベント参加権今までは善悪だったりとかですよね善悪に参加できる権として今まで通常版の方の イベント参加券はあったんですけど、まあ、今こういう状況でもあるので、まあ、善悪っていうのも難しいから、まあ、それに代わるイベントとしてサントピアワールドさんを貸し切っていただいて2日間そのファンの皆さんにお越しいただいて楽しんでいただくっていう感じです。はい まあその通常版に入ってるイベント参加券を持ってれば無料で参加できるんですけど事前申し込みがね必要みたいなのでまあ多分詳細が出てからになると思うんですがうんそうでじゃあ私たちメンバーは何をするかっていうとその2日間ねメンバーと一緒に遊べるのか NGT4 っていうと,その T って言うとメンバーはあのサントピアワールドさんのスタッフさんと一緒にまあ来てくださった皆さんがこう安全に楽しんでいただけるようにお手伝いをさせていただくとだからあのスタッフさんとしてそうメンバーは一緒にこうやらせていただくっていう感じになってるんですそうなんですよ だからこれからねそのイベントがどんな感じになるのかやっぱりこう「ーベットピンク」のねリリースイベントなので一応それはだからその「NGT48」の「シーベットピンク」それをまあサントピアさんのどこかステージだったりとかでね披露できたらなってすごい思うし、まあ、これからねそのイベントをサントピアさんでその2日間やりますって発表されたとはいえ実際その詳しいこと はまだどうなるかちょっとわかんないんですけどそうやってなんだろうまあ全国博士会今までその全国いろんなところを巡ってやっぱり遠くに行かないと会えないファンの皆さんもいらっしゃったからそういう皆さんのところに会いに行くことができるってやっぱりすごく魅力的だったんですね全国博士会って。だけどまあ今回はやっぱり NGT48 としてまた新しく一歩踏み出すっていう意味でもこう。 やっぱり新潟県を拠点として活動してるわけだからもう一度こう見つめ直すじゃないけどってなった時にまあ新潟県でそうやってイベントをやらせていただけるっていうのは。 うん、すごくまた大きなななな機会になるんじゃないかなってもちろんね全国握手会でさその遠くのファンの皆さんに会えるのもすごい楽しみだったからそれができないのもまあ残念ではあるんですけどそう逆にねこう新潟県にまたたくさんの方が足を運んでくださるんじゃないかなって思ったら嬉しいですしまあそれもすごく楽しみだなって思います。 なのでねサントピアさんの方もそうやってこうご協力を頂い,いて NGT48 でイベントをねやらせていただけるのですごい楽しみですよね、うん、きっとあのサインサイン生写真 とかで通常分もねたくさん買ってくださったと思うのでうサントピアワールドをねたくさんの方に楽しんでいただけるきっかけになったらなって思います、うん、で今はそのクラウドファンディングをやってそのサントピアワールドね こうまた新潟県にそうやって残していこうっていう活動もあるのでそのなんだろうきっかけの一つになったらいいなっていうかうん。ねせっかく NGT40 のためにこう場所を貸してくださったりとかうん。 するのでその分このサントピアワールドさんにこうお返しできるものがねあればいいなって思います、うん、さてやらせていただくからこそ私たちもやっぱり何かお返ししていかなければならないと思うし。 サントピア私ねサントピアのね好きなのがねあって小学生の時にね行ったのでめちゃめちゃ好きだったんですけどあの北極みたいなのがあるんですよなんかもう入った瞬間めちゃめちゃ寒いところあってなんかもう冷凍庫の中冷蔵庫の中に入ったみたいなねとこがあってめちゃめちゃ好きですあれ。 夏夏休みにサントピアに行った時のあのそこの場所はめちゃめちゃ最高 <laughs> めちゃめちゃ最高でもね一瞬なんですよんかもうすぐすぐ出ちゃうんですよすぐ出ちゃうからなんかもう出た瞬間ものすごい暑さなんですけど <laughs> ものすごい暑さなんだけど でもあそこに入った時のなんか幸福感っていうか <laughs>「あ、涼しい!」ってなるのがねすごい好き <laughs> あ、一日そこでもねだんだんめっちゃ寒いあそこめっちゃ寒いんですよ本当はめっちゃ寒いんですよそうだから入った瞬間は あめっちゃ涼しいってなるんだけどだんだんもうこの場所にはいたくないっていうぐらいめちゃめちゃ寒くなるんですよめちゃめちゃ寒くなるんだけど出た瞬間のまた「もあっ,っていう暑さが出たくないってなるっていうなんかその不思議なね感覚がね楽しい <laughs> なんだあれすっごいね特別感あるっていうか なんかその暑い夏に行くからこそすごい楽しいなって思いますねあそこは、うん、お化け屋敷ね入ったことないんですよあのねそうお化け屋敷入ったことない、まあ、今までいろんな遊園地も行きましたけどそのまあサントピアさんだけじゃなくてね他の県の遊園地だったりとか、まあ、あとお祭りとかでもねお化け屋敷ってあるじゃないですか でも今まで絶対にお化け屋敷は入りたくないと思って入ってこなかった <laughs>。だからお化け屋敷まだ人生で一回も入ったことなくてサントピアのさお化け屋敷ってさ入り口の前にさでかいでかいやついません <laughs> なんかでかいこういうのがいるみたい <laughs>。 その印象が強い <laughs> ねそうでもまあその外観しか見たことなくて中入ったことないのでそうどんな感じなんだろうサントピアのお化け屋敷って怖いのかな こんにゃくつるしてつけてくるえそうなのサントピアの化け屋敷へえー、そこそこ怖いそうなんだえどうなの入ったことないかわかんないんですよねこれをきっかけにチャレンジする <laughs> チャレンジする サントピアさんでせっかくイベントをやらせていただくからえなんかねあのなんで今までお化け屋敷に入ってこなかったかっていうと、まあ、今まで何回か入れるよような機会はあったんですよそれこそカエリとチカナとねお祭り行った時もカエリがめっちゃお化け屋敷入ろうよみたいな時もあったんですけど全力で断った。 なんでかっていうとねお化け屋敷がどんなものかを知りたくなないんんですよなんかそれこそもう今回のねこうやってイベントさせていただく時とかなんかそういうなんだろう一番最初人生で初めてのお化け屋敷はそういう記念になる時例えばもう好きな人とのデートかそういうもうアイドルとしてなんかもうなんか。 最初のファーストなんていうのの最初の反応をなんかもうさお化け屋敷ってこんなものってさ知っちゃったらさなんか想像がつくじゃないですか、まあ、このお化け屋敷は他のお化け屋敷よりも怖いって言われたってさなんかどんなものか大体知っちゃったらさあれじゃないですかだからだかもうそう もしいつかそういうことがあったときに <laughs> なんか本当の初めてのリアクションが出るんじゃないかなって思ってるんですよ。好きな人と一緒にねお化け屋敷入るってちょっと憧れがあるからなんかだから。 どっっっちかかに撮っておきたかったのずっと <laughs> あんまいないよねそういう考えの人ねだから今までお化け屋敷入ってこなかったかたくなに <laughs> 絶対初めてはどっちかが良かったの <laughs> なので今までお化け屋敷は入ったことなくて大事に取っておいたので 初お化け屋敷をだからその初お化け屋敷をねこのせっかくサントピアさんでイベントをやらせていただくなら私はそこで初を解禁してもいいと思ういやでもただそのメンバーはスタッフとしてなんかお客様に楽しんでいただけるようにやりますみたいなこと聞いてるからちょっと入らないかもしれないけどもう私はそこで初のお化け屋敷を解禁してもいいと思ってるので <laughs>。 楽しみですねどうしようお化け屋敷の脅かす側になってくださいみたいなお自分がお化け屋敷経験するよりも先にお化け側だったらどうしよう <laughs> 思ってたのと違う絶対もう絶対にさそのどっちかでさお化け屋敷取っておいたのにさまさかの方向からお化け屋敷を経験するってなったらさちょっと嫌じゃないけどなんか思ってたのと違うってなりそう。 <laughs> どうなるんでしょうか <laughs> だからねお化け屋敷はちょっとまだ入ったことないんですけど <laughs> そうなのあ,あと5分しかない早っ <laughs> まあそんな感じでねもう長々と話しました長々と話しましたけれども いよいよね。明日。シャーベットピンクが発売になります。なかなか話しましたけど、やっぱりね。一番の本題はでやっとね。カウントダウンも残り1日となりまして、やっと自分が出てきました。<laughs> やっと出てきましたよ。ねえ、もうずーっと出てこない。どうしよう。最後の1日、自分出てこなかったらって思いましたよね。<laughs> ついに出てきましたよかったです安心しましたそしてね、まあ、今日は「フラゲビ」ということでゲットしましたか皆さん予約してくださった方とかはねまあここにも貼ってあるんですけどこれあの特典かなここにももうすでにあります最後だと思っても予想してた いやそう30日前からみゆちゃんはどうせ最後でしょって言われてたからさまあそうだろうなって思ってたけどやっぱ楽しんでほしかったからさカウントダウンを <laughs> <laughs> そんな感じでここにありますなんか実際にね、まあ、こうやって今までリリースさせていただくにあたってジャケット撮影したり MV 撮影したりレコーディングしたりしてきたけど やっぱりねこうやって形になって自分が真ん中にいてでこれが今ファンの皆さんの手元に届いてるっていうのを想像したらなんかもうすごいねあんまり現実味がないというか。 あそう本当はね開封したかったね開封したかったからこの手元に置いといたんだけどそれ以上に話さなきゃいけないことがいっぱいありすぎて開ける時間なかった <laughs> なのでね明日ね開けようかなと思います明日でも ABEMA さんの方でそのシングルリリースにあたってドキュメンタリー番組をね夜させていただくのでその前朝配信をいつも通りやるので朝ね開けようかなって思います ちょっと皆さん忙しいからね一緒に開けるのちょっと大変かもしれないけどいどうしようかな開けるのやめようかな明日から開けるのやめようかななんか開けるなら皆さん一緒に開けたいですよねなんか夜できるかどうかもちょっと今微妙だから明日普通に朝配信したいんですけど明日朝配信をとりあえずするつもりで、まあ、リリースリリースビラーってのはやりたいんですけど 朝から開けるってなるとねちょっと皆さん忙しいしねでも明日夜できるかもちょっと微妙だからいつ開けようって感じあ連休連休に開けるってもうどうしようかな迷いますね <laughs> まあとりあえず今日は開けない <laughs> 今日は開けないということで だけでいよいよね明日シャーベットピンク発売になりますもうゲットした方もいらっしゃると思いますがぜひぜひたくさん聴いてくださいあそうだ明日の朝配信は開けない開けないけど私も実はこの単独コンサートの選抜メンバーオーディションの映像を見たんですよさっき夜ねこの配信をする前に見たので まあその話について明日の朝はできたらなって思いますまだ開けないでおきましたからこれは、まあ、その合宿の映像を見て自分で思ったことだったりとか懐かしいなみたいなね話を明日の朝できたらなって思いますというわけであのもう皆さんね手元にあるよっていう方はぜひその特典映像の方も見てみてくださいはいそれでは 長々とおしゃべりしましたがありがとうございましたいよいよ明日発売になるのでお楽しみに <laughs> ありがとうございましたベラベラ喋りましたわありがとうおやすみバイバイまた明日